新幹線 e 3系電車は東日本旅客鉄道の新幹線直行特急用新幹線車両。1997年に開業した秋田新幹線に投入される新幹線車両として開発が開始され、1995年に量産線行舎として5両編成が1本落成した。新幹線区間における最高速度を 時速2 7 5トルまで向上させ、各種高速化を図る新機構を搭載して走行試験を行い、1996年から量産車が落成した。その後も1999年に山形新幹線が新庄駅まで延伸開業した際の増備用の旋盤番台。 山形新幹線用400系の置き換え用として2008年12月以降に投入された2000番台が増備され、0番台を改造した乗って楽しい列車として山形新幹線、上越新幹線で運行されている700番台の4種類が存在する。製造は川崎重工業と東急車両製造が担当している。 2021年現在、日立製作所が車体を製造をしていない、唯一の営業用新幹線電車でもある。車両、客室、車両ロゴデザインはいずれも GK、インダストリアルデザインが担当した。全面形状分類上は、新幹線車両ではあるが、在来線も走行するため、車体長2万ミリメートル、車体幅2950ミ、mm、リメートルと車体の狭い。 在来線の規格に合わせている。アルミニウム合金で製作された車体は、400系より1両平均2トンの軽量化を実現した。車体幅の小さい本系列では、新幹線の各駅で、プラットホームとの間に大きな隙間ができるため、ドアの部分には延長ステップが装備され、新幹線の各駅での停車中に限り、 自動的にステップがドアの下から回転して上がるようにセットされ、ホームとの隙間を埋めている。東京寄りの先頭車には分割、併合装置が収められ、200系や E2 系、E4 系、E5 系、H5 系と連結運転を行うことができる。車両側面には LED 式行き先表示器が設置されており、列車種別、座席種別と行き先を交互に表示する。電源は 交流 50Hz25000V と交流 50Hz2000V の両方に対応している。立行、制動方式は、可変電圧可変周波数制御で、使用する素子は、前期製造車両が GTO サイリスタ、後期車両がイベットである。電動車2両置きに、主変圧器を1台搭載し、各電動車両の主変換装置によって、主電動機を駆動する。 主変換装置1台あたり4台の電動機を制御する。主電動機は E2K と共通のカゴ形参照誘導電動機 MT205 型を採用する。連続定格出力は 300kW である。補助電源装置はイベット阻止を使用した APU 装置を採用している。装置は三菱電機が製作したもので小型軽量、高性能なものとなっている。 形式は s c 二百六 a 静止系インバータ方式、定格容量は七十七区場を有する。主変圧器三時巻線からの単相交流四百ボルトを入力電圧とし、内蔵の CVCF インバータにより単相交流、百ボルトを十四区場、整流装置により直流百ボルトを四十五キロワット、補助変圧器により単相交流百ボルトを、当期十八区場、 下記は19馬を出力している。秋田新幹線用では E329 型に2台を搭載する。台車はボルスタレス台車 DT207TR7005 で、基本的な構造は400系に準じている。車輪系は 860mm、軸距は 2250mm、軸箱指示方式は指示板方式である。歯車比は3.04である。 ブレーキ装置は、大火重制御及び遅れ込め制御を備えた、改正ブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキ方式を採用する。常用ブレーキ、非常ブレーキ、そもそも即ブレーキ、大切ブレーキ及び、直通予備ブレーキの5種類を備える。運転保安装置は、新幹線区間の自動列車制御装置と、在来線区間の自動列車停止装置が装備、されている。 シングルアームパンタグラフ PS206 型を1、編成あたり2機搭載する。パンタグラフ搭載車両とその隣の車両にまたがる形で外資カバーが装着される。新幹線区間では2機とも使用するが、在来線区間を走行する際には1機のみ使用する。編成中の1両はグリーン車で、他の車両が普通車となっている。400系とは異なり、 グリーン車の座席配列は2列プラス1列から2列プラス2列に変更されている。シートピッチは 1160mm を確保している。普通車の座席配列は、グリーン車と同じく2列プラス2列であるが、指定席車両と自由席車両では、シートピッチが異なる。2両に1箇所程度の割合で、真空式を採用したトイレが設置されている。 従来の新幹線車両の運転台は形式ごとに設計、製作をしてきたが、設計、製作時間の短縮や運転士の取り扱い共通化のため、量産車では以下のコンセプトで設計を行った。運転士の操作性、居住性の追求デザイン性の追求制作面を含めたコストダウン追求さらに製作期間の短縮とコストダウンのため、 運転台ケーキパネルやマスコンテーブル周辺は FRP 成形品によるモジュール構造を採用した。車両への搬入前にアウトワークにおいて組み立て、調整後に一部解体、再度車内で組み立てる方式を採用した。この運転台は当時 JR 東日本の新幹線車両で最も狭くなる E2 系に適合するものとして開発したものであるが、 本系列量産車においても適用されている。また、量産車からは、マスコンハンドル及びブレーキ操作機のハンドル形状を変更した。速度計は、本系列及び E2 系より、液晶モニター画面に表示する、グラスコックピット方式を採用した。このほか、運転支援表示用及び、車両情報表示用の2画面、計3画面の液晶モニターを配置する。 量産線公社では列車無線、校内無線、車内放送用として乗務員室に6台の操縦脇を配置していたが、量産車ではスペースの有効活用を図るために統合を行い、操縦脇3台に集約した。2011年4月29日、東北新幹線の復旧に合わせて E311 型に東日本大震災復興推進キャンペーンのステッカーが E322 型に青森デスティネーションキャンペーンのステッカーがそれぞれ貼り付けられた。ただし R 編成と L 編成で調布位置が異なり、R 編成は他社と同様に車体の運転席寄りに、L 編成は翼ロコと並ぶように車体の連結部寄りに貼り付けされている。秋田新幹線、小町用として当初は5両編成で落成。 開業から1年を迎える1998年1月に編成の増強が発表され、同年12月に増結付随者 E328 型が登場して6両編成となった。最高速度は在来線区間が時速 130km、新幹線区間が時速 275km となっている。引っ張り力、加減速特性などは E2 系と同じで、 単独走行及び E2 系との並結運転時でも特に調整などは行っていない。在来線区間走工事は電圧及び信号の ATC から ATSP への切り替えを行っている。2013年4月時点では6両編成26本が秋田車両センターに配置されていた。当初はナスの運用を除けば小町のみの運用であり、車体側面の 小町ロゴの横に JR 秋田新幹線と表記されていたが、後に運用が拡大したのを受け子の表記は削除された。山彦、ナスのとして運転される際は、時刻表に小町タイプ車両を連結と追記される。上越新幹線での営業運転実績はないが、試運転、検査や新潟新幹線車両センターでの展示公開などで乗り入れ実績がある。 2011年11月19日より E5 系との並結運転を開始した。前述したように E5 系と並結する場合、最高速度や加速度は本系列と同等に調整して運転される。2013年9月28日のダイヤ改正で E2 系との並結運転を終了し、本系列の並結相手は E5 系に一本化された。 2014年3月15日のダイヤ改正をもって、秋田新幹線区間での定期運用を終了し、以降は E5 系との並結編成による山あびこなすので使用されている。2017年3月25日には団体専用列車、秋田新幹線開業20周年記念号が運行され、R21 編成が充当された。本系列が営業列車として、 秋田新幹線区間を走行するのはおよそ3年ぶりとなる。製造時期による総 E3 系 R4 編成1997年3月の開業前に落成した量産車。当初は5両編成であったが、翌年に E328 型を連結して6両編成とされた。そのため E329 型と E328 系の連結部にはパンタグラフのない 外資カバーが存在する。E3 系、R17 編成編成一覧表例番台の撤退2013年6月より、秋田新幹線、小町には E6 系が投入され、置き換えられた本系列は順次、小町運用から離脱した。2013年4月12日付で、R6 編成が廃車になったのを皮切りに、 同年9月末までに量産先行車の R1 編成を含む9編成が廃車となった。秋田新幹線からの引退を記念して、2013年11月下旬頃より残存編成に順次記念ラッピングが施行された。このうち、ラッピング施行第一編成であった R4 編成は、同年12月15日に引退セレモニーが行われた。その後、 2014年3月15日のダイヤ改正をもって本系列は秋田新幹線での運用から撤退した。同年3月までに8編成が廃車され、1998年までに落成した R1、R17 編成は全廃となった。一方で2002年以降に落成した R18、R26 編成は残存し、以下の通り改造、転用等が行われた。 山形新幹線、翼用として7両編成で登場した。最高速度は在来線区間では時速1 3 0トル新幹線区間では時速2 7 5トル営業運転を開始した当初は400系との共通運用が組まれ、その撤退後も並結車両が E4 系に限定されていたが、2012年3月17日のダイヤ改正から、 e 2系との並結運転が行われるようになり、最高速度時速 275km での営業運転を開始した。現在は7両編成3本が山形新幹線車両センターに配置されている。登場時の外観は400系、翼のイメージを継承しつつ一新され、明るい銀色と灰色の2色の塗り分けに緑色の帯を配した塗装とされた。ロゴは、 水鳥等の大きな鳥の翼を模したものであり、過去には四季感動の山形のロゴマークも表記されていた。400系も本系列投入後に順次同一の塗装に変更されている。なお、例番台から編入された L54、L55、編成は当初から新塗装で落成している。DSATC サイズみ、全車ともカーテンを山形仕様に変更し、 ゴミ圧縮装置フリーサイクルダストボックスを撤去して一般的なゴミ箱に交換している。編成一覧表2007年7月の JR 東日本定例会見において山形新幹線400系の置き換え用として発表された車両である。2008年12月から2010年3月にかけて7両編成12本が落成した。 車両の所有は1000番台と同様 JR 東日本となる。2008年12月20日の翼112号より営業運転運転を開始し、2010年4月までに400系を全車代替した。2012年3月17日より E2 系との並結運転を開始した。1000番台との相違点1000番台との主要な相違点を一家に挙げる。 編成一覧表2021年3月13日、現在2021年3月13日現在、1000番台、2000番台の運用は以下の通り。運用編成数の変化 R18 編成は、川崎重工業車両カンパニーに会場輸送され、観光列車トレイユに改造された。トレイユという名称は、トレインとソレイユ、さらに温泉の を組み合わせた造語で、食、温泉、歴史、文化、自然を、温泉街のように散策しながら、列車の旅を楽しむ、というテーマが凝縮された列車であることから、命名された。福島駅、新城駅間の山形新幹線区間で、臨時特急列車、トレイ・ユズバサとして2014年7月19日に、営業運転を開始し、 土休日を中心に年間108日程度の運行がされている。定員は143名で全席指定席として運行される。6両編成で11号車が普通車指定席、12から14号車がお座敷指定席、15号車が湯上がりラウンジ、16号車が足湯となっている。エクステリアは山形県中央部にあるガス山をモチーフとした緑色を中心に 山形県を流れる、最上川をモチーフとした青色を先頭部に、座王をモチーフとした白色を全体的に配している。デザインは奥山清行が担当した。なお、トレイユに改造された R18 編成は700番台に改版され、2014年6月25日から試運転が開始された。番号の新旧対象は次の通り。 元グリーン車の E311 型が普通車に格下げされて、新形式の E321 型が誕生したが、座席はグリーン車時代のものを使用している。なお、16号車の足湯は本列車を使用するビュー、旅行商品の利用者のみに販売される足湯、利用券が必要であるが、当日の状況により、車内でもアテンダントより購入できる場合がある。2017年2月に、 上野駅始発の臨時列車として運転された。日程は以下に記述。秋田新幹線用のン番台のうち、R19 編成は、川崎重工業車両カンパニーに、会場輸送され、観光列車、厳備新幹線に改造された。世界最大規模のアートイベント、大地の芸術祭越後つまりアートドリエンナーレが、開催される、新潟エリアに、首都圏や海外から、 さらに地元の利用客も楽しめる新しいコンテンツとして移動する現代アートの美術館を投入することとなった。越後湯沢駅新潟駅間の上越新幹線区間で臨時特急列車、時として2016年4月29日から営業運転を開始し、臨時列車として土急日を中心に年間100発程度運行されている。定員は105名。 外観デザインは、二長美香が担当。11号車と13号車の一部を除いた、編成片面の窓を埋め込み、黒を基調に、夏の夜空を彩る長岡の花火を描いている。6両編成のうち11号車が、クリーン車から、格下げの指定席車、13号車が、カフェキッズスペースとなっており、他の車両は、進行方向と平行に座席を設置した、干賞スペースとなっており、 車両ごとにアーティストが制作した現代アートで形作られる。原備新幹線に改造された R19 編成は R18 編成トレイユに引き続き700番台に改版された。番号の新旧対象は次の通り。車両の老朽化に伴い2020年12月19日をもって定期運行を終了。翌12月20日の団体専用列車をもって 営業運行を終了した。運行終了後、廃車となった。山形新幹線では、2024年春より、新型車両の E8 系の導入が予定されており、現在山形新幹線で運用されている、本系列は老朽化に伴い、順次置き換えられる予定となっている。なお、E8 系は7両編成17本製造予定となっており、 既存の E3KL 編成より日本を多く製造される。ありがとうございます。